the door. ちょっと、ちょっと、そこの、あ、あれ、竹海、おい竹海、ちょっと、竹海ちょっと、モサルさん何やってんすか。何ってバイトだよ、ちょっとほら、大変なの。あ、これ吸血入っちゃってるじゃないですか。入ってます、吸血入ってます。入っちゃってんだよな。お前誰かほら保健の先生とか知らない？ちょっと呼んできて、早く。どうもすみません、お待たせしました。保健体育の津田です。マサルと申します。すみません。あのバイトの方ですか。そうなんですよ。あ、これですか。結構入っちゃってます。これあの なんか練習中みたいな。そうなんですよ。練習中使ってて。あ、どのくらい時間経ってますかね。まだでもそんな経ってないんで。あ、そうですか。大丈夫ですか、ね。大丈夫。ちょっと待ってください。はあ、これだいぶ吸盤取りやすくなってきてんな。弱ってきてんだな、そうと。よし、これこのまま一気に引き抜いちゃおうか。よいしょ。あー、ちょっと待って。あー、これ逆さ跳ねになってるな、うん、これ無理やり引き抜くとちょっと後になっちゃうかもな。どうしようかな。ちょっとなじってみるか。そうだな、なじってみよう。よし、皮だけ取っちゃおうか。よいしょ。おい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 、お前なんだその体、恥ずかしい野郎だな。なんですかあなた。なんですかじゃねえよ、お前なんでこんな二頭身なんだよ。なそんな恥ずかしいぞ、お前。お前よく今まで生きてこれたな、お前こんな体でよ。なんで恥ずかしい野郎だな。全然恥ずかしくないですよ。あ？なんだおい。恥ずかしくないですよ。なんだお前、何口答えしてんだこの野郎。恥ずかしいから恥ずかしいって言ってんだろお前。なんでそんなこと言うんですか。お前それになんでこんなヌルヌルなんだよお前。こんなヌルヌル出しやがって、お前だいたい自己管理がなってねえんだよお前は。そんなこと言わなくて。お前そんな締まりがねえからお前こうやってお前子供の脇の下にひっついたりすんだよ。いいじゃないですか別に。お前なんで子供なんだよ。えお前ひょっとしてロリコンじゃねえの。ロリコン違いますよ。お前なんか幼少期になんかあっただろう絶対。お前ちっちゃい頃お前なんかおっさんかなんかにいたずらされたんだろ。そんなことないですよ。だからお前子供しか愛せなくなっちゃったんだろお前。いやそんなことないです。お前その自分が子供の頃から成長してねえんじゃねえのかお前。おっさんになってもよ、お前40になってもお前心の中は少年とか思ってんじゃねえのかお前。ぶっ殺すぞこの野郎。何のことですか。押すぞこの腹、パンパンに太った腹。いや押すぞ。いいな。押すぞお前この腹。それはダメです。いいのかよ、押してよお前よ。それはダメです。絶対ダメですよ。押すぞお前この腹。ダメですって。ダメです。ふざけんなこの野郎。おら、うわ、なんだこれお前。おら、うわ、すんげえの出てきて、うわ、くっせ。お前吸血とか言ってお前小さいやり方で取れない。なんでこんな死ぬの出てきてんだよ。でも吸血なんですよ。どうなってんだお前これ。ほらおいほらほらほらどうだかね、これ取れないっすよ。車あるから僕病院に連れてきます。おいお前この先もどうなってんのこれ。どうなってんのこれなんかこれ入ってっと、なんか何もないっす。何もかてぇの。いやこれなんだこれ。あ、なんか白いの出てきたわ。なんだこれお前この白いのよ。何でもないです。あれないですよ。なんか取れそうだぞ。いや本当やめて。お前本当やめてじゃねえんだよこら。なんだこれ。なんだこれは。これ印鑑じゃないですか。おめえ印鑑じゃねえかよこれ。やめてくださいよ。なあもうお前ハンコじゃねえかお前。なんだハンコこんなとこ入ってんだよお前。だってなんだそれ。お前バカかお前こんなとこにハンコ入れて。恥ずかしいなお前。お前このハンコついちゃうぞ。いやもうすいません、なんかあの紙かなんかありましたね。いやこれでいいですか。あ、でもすいません。ほら山田？山田ってお前、山田かよお前。なあ恥ずかしい。お前吸血とか言ってて、お前本名山田じゃねえかよ。なんだそれお前。いいじゃないですか。なあよくねえお前。なあ山田。はい山田です。すげえ。これで多分もう大丈夫だと。